聖徳太子にゆかりの深い大師道を歩く催しが開かれました。この催しは聖徳太子の遺徳をしのぼうと、法隆寺が一般からの参加者を募り、大師の命日とされる2月22日に行っています。今日は大師の死後、遺体を運んだとされる斑鳩町の法隆寺から大阪府大師町の永福寺までのルートおよそ20キロを歩きました。輿に乗った大師像を先頭にした一行は、まず龍田神社を訪れました。そして県文化財保存課の岡田正彦さんが、神社の例祭には法隆寺から僧侶が派遣されるなどつながりが深かったことを紹介しました。なお斑鳩町では2021年の聖徳太子1400年御恩期に向けたプロジェクトを展開していて、今日と明日の夜、法隆寺南大門から国道25号までの松並木をおよそ2200個の木製ランタンで照らします。